こんにちは、です。パパスです。今日は GE8 フィットさんのですねブレーキなんですけれども、今から社長にキャリパーとローターを交換していってもらうんですけれども、まあ、どういう状態で交換まで至ったかっていうのはもう外してる時にね、社長から口で説明してもらおうと思います、うん、ということでやっていきたいと思います。お願いします。まあ、交換部品は、はい、まあ、こんな感じで。そうですね、ロータは、ロータはまあちょっと右側だけなんだけど、はい、これキャリパー、まあ、キャリパーは変えなあかん。はい。でパッドもまあ変えなあかんっていうね。はい。状況やな。よし。とりあえずこうたキャリパーがはい受けてるかどうか確認します。あかん場合があるから。はい。でまあ専用工具、うん、こういうの使ってもらって。うんうん、ブレーキをはい。とりあえず、はい、パッドを変えるのにこの縮める、うん、まあ縮める、はい、もう開きます。はい、キャリパーに対します。はい、こんな感じでまっすぐにしてください。パッド側も確認します。まあこっちだけ、はい、じゃあ簡単な両方がちゃんと偉く、うん、まあここは柔らかいかどうかやな、まずな。はい、まあ、向こうからしていこうか。はい、まあ、左側はまあ、はい、キャリパーで、でまあこっちはまあちょっとこうピストンが出たまま、はい、うん、こんな感じで、もうすごい、うんうん、はい、これ見えるんかな、なんか、よいしょ、見えへんか、もうパッドがまあなくなるまで、はい、ちょっと固着して、はい、引きずったまま、はい、まあ左右が同じような状況やったら、はい、とりあえずキャリパーは変えて、はい、でローターはこっちがあかんから、はい、こっちだけローター変えて、うん、でまずこれね。はい、ブレーキホース同じやつですね。でこの動画は、はい、あの漫画とかお笑いとかちゃうから接近したりとか、はい、やる箇所をそうです、ね、アップでするから、はい、整備をする人にとったら見やすい動画やけど、うん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 、整備をせえへん人にとったら、はい、見にくい動画やから、うん、どこがどこかわからんからね、うん、はい、そうそうそう、だからアップになったり離したり、そうですね、寄ったりやけど、うん、そこの作業の分かりやすいように撮ってるから、うん、はい、そのちょっとお笑いとはまた別やね、うん、はい、で、まあ、キャリパー、うん、はい、まあ、とりあえずもうキャリパー外して、はい、あの交換で、うん、ローターを、まあ、全部外していって、はい、うん、はい、次後ろから撮ります。これはまあとりあえずまあサイドブレーキは下ろしてもらって、はい、とりあえず外してしまうから、サイドブレーキを、はい、うん、このピン抜けます。17、はい、スパナ入れて12で、はい、こいつあのホース、はい、なぜ止めたかやったらここを14はい、14です。取るからですね、でここにオーリングがあるから、あ、気持ちやる、はい、取れた、これですね。でまあこいつ、はい、まあ、オイルがつけへんようにして、はい、
こいつはもう勝ち込んでしもてるから、うん、聞こえてるから、はい、このローターの段差に行くときにここからオイルダダダダと出てくるから、はい、それだけ、まあ、ローターも変えるからな、こっちは。そうですね、うん、叩いたらパッ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 散る場合は気をつけて、はい、サイドブレーキはまだ大丈夫、サイドブレーキが外れるはずやねんけどな、うん、これが外れたら、外れた、プラス、まあ、サイドブレーキが勝ち込んでるんじゃなくて、はい、ブレーキの、うん、はい、キャリパーの音だな、そうです、こういう感じね、はい、こういう感じね、はい、サイドブレーキ抜いてもらって、うん、これがキャリパーです、サイドブレーキはあれやけど、ピストンがこの飛び出たもんね、もう、うん、うわこの、はい、もう回れへんと思うねんな、はぁ、硬すぎて、うん、見てみたいです、うん、さっきはめちゃくちゃね、柔らかいっていうか、うん、柔らかかったけど、まあこれはもうちょっと、はい、距離走ってたらいつなるか分かるやな、うん、うん、変わった、やっぱり飛び出てるから、うん、まあね、うわ、うん、はい、まあ原因はもうこれが回転制御っていうね、はい、じゃあだ、うん、固着です、うん、でパッドももう、うん、パッドはもうローターはしてるから、はい、ほんま上に上げてもうたらスッと、うん、こういう感じね、はい、はい、このここはまあ前にグリスさせたばっかりやから、はい、ここね、はい、14、反対からするときは締めたら言うのかな、今まで言った社長の方からやったらね、向こうはローター外せんから、はい、こいつは出るけど、でこの辺もワイヤーブラシかけて、はい、ネジ山きれいにしてください、うん、で、はい、ローター行くから、はい、もうホンダは、うん、ほとんどこのプラスを、うん、でこのショックドライバーで、はい、ショックドライバーも、うん、刺して、はい、
ぱい叩いても外れんな、あの緩む方に回した状態で叩くな、はい、でまたやり直して叩く、うわ、うん、緩めててよかったな、書き込んでる時にな、あ、折れた、あら折れた、めっちゃ硬いな、折れるとか、鶴野さん今日来るか、私暖房干したんや、設置してます、あ、はい、うん、とりあえずこれ硬いね、硬いから一回、はいはい、締める方向に回して、はいはい、一回締める方向に回してから、はい、硬いな、あ、折れてしまった、うん、折れちゃった、はい、硬い、切ります。